シャンハッピーチャンネル。パー、こんにちは。今からサンタさんのレゴするよ。はい、今日はレゴのレゴシティのアドベントカレンダー。アドベントカレンダーってわかる？わからないね。初めてだね。12月1日、12月1日の日からクリスマスの24の日まで毎日1個ずつ窓が開けれるようになってるの。箱の窓、箱の窓探してみて。箱の窓どこにあるか探してみて。どこだろう。あ、開いた。箱の窓ある。1から24の数字書いてるところ見つけて。1から、1どこだ。1、1どこ、1どこだ。2あるね。ここ、ここだ。2見えた。1どこだ。1、あ、こうなるんだ。お家になってて、前がスケートリンク、氷の湖になってるんだって。毎日1個ずつ箱を開けるとレゴが出てくるんだって、うん、今日は全部開けてみようか。全部？うん、何が出てくるか全部開けてみる、順番に、うんうん、じゃあ、1見つかった？見つかれないの？1が見えないね。どこだ？あった！あった。どこ？ここあった。ここ、ほんとだ。1見つけた。ここだ。じゃあ今から開けていこう。押す、まず、うん、押して。お、あ、開いた、開いた、開いた。なんか12月1日の窓開いた。作り方も裏に書いてあるんだ。へえ、1個目。これ1個目、なんか部品が出てきたね。何ができるんだろう。わからない。雪だるまじゃない。うん、1個目はこれ。1はこれが出てきたよ。なんか前にラッセルって雪かきができるみたいだね。うん、タイヤが動く。タイヤが4つあって、運転席があって前にね、あ、これ動くんじゃない。前に雪よけがあるね。うん、動く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 。こんなんです。12月1日はこの車、雪だね、やっぱり。うん、ね、ハンドル動くんだよ。ハンドルも動くんです。オッケー、じゃあ2番。1番ここで、2番ここだ。開けてみて。あ、なに、なになに、え、何が出てきた。なんか、え、これ、これ、あ、2番なんだろう。これ、あ、これかな。あ、そうだ、雪の玉投げ機じゃない。あ、雪の玉が飛んでる。だってこれがあるから。あ、ほんとだ。雪合戦の機械だ。2番目は雪投げ。雪玉投げれるね。うん、でもね、ここにね、雪がな、うん、あんの、ここに乗せて、せーの、キュー。こんなね、すごいね、雪合戦ができるね。じゃあここのトラックに乗せたら、ゆー、見て、うん、ほら、そうだそうだ、そうやってだーって雪を溶けていくんだ、そのトラックは。ね、オッケー、じゃあ3番目行こうか、うん。3番目も見つかって。3番目は12月3日の日はどこ。あ、こうや。3、あ、ここだ。あ、開けてみて。何かな。え、これなんだ、これはなんだ。あ、口を開けちゃった。あ、開けた。3番目は人だね。あ、これ、あ、違う、この人。どの人、どの人、おじいちゃんだよ。え、おじいさんが出てきた。うん、そうだよ、おじいさん。3番目、この人、この人は、この人だ。雪投げの隣にいる人。雪だね。雪合戦してる人だ。どれ、この人、うん、作ってみて。雪投げしてる人。うん、じゃあ作ってみよう。人、できた。できた、作った。うん、そうです。なんかモップ持ってるね。お掃除してるんじゃない。多分これさ、氷のさ、カービングの競技用のあれじゃない。だからそれモップじゃない。3番目は人です。ねえ、フードかぶってモップ持ったおじさんが出てきたね。でもこの車取ってシューって言って、スイカの車でシューって、うん、ね、遊べるね、どんどんね、うん、じゃあ次は3日目出たから4日目。さっき見つけたけど、4はどこだ。うーん、ないぞ。今日は、今日は何。 あった、あった、ここだ、サンタさんのとこだ。開けてみて、何かな。あ、これみたいだけど、
もうちょっと、から見ようか。お、出てきた。なんだろう。これやこれ、うん、雪投げのお城みたいな盾。お城、雪のお城、ね、作るよ。うん、じゃあ作ってみよう。おー、部品がいっぱい出てきた。あ、凍った雪見つけた。あ、本当だね、雪がいっぱい入ってるね。雪が凍ってる。うん、氷だね。氷の雪、周りの雪。うん、これが周りの雪。今作ってるよ。ね、氷の雪投げ大会の氷の。あ、できた。あ、完成。うん、あ、ちたかの人が、うん、倒れちゃった。お城完成。これで雪投げとね、お城みたいなの。これとこれと、うん、このおじさんと雪投げてたね、うん、次は5日、ここだ。ここ、うん、あった。開けてみて。うん、なんだろう。なんか、何？あ、なんか茶色いぞ。茶色い。お、なんだろう。ん？切り株と斧だ。へえ、木を切れるんじゃない？え、ここどこに？あ、これだ。これこれ。これ。うん。雪だるまの隣。うん。作ってみよう。うん。せーの。5日目はこれです。はい、5日目は斧と薪割りだね。薪割ってみて。斧を持って気付けて危ないよ。上からだよ。上から薪割るんだよ。せーの、薪割りだね。あ、倒れちゃった。倒れたら負けにしたらいいんだよ。ゲームになっちゃった。じゃあ次、6日の日。この間、ドンドンドン。あ、そうだね、人がいるね。うん、じゃあ次は6日の日、6はどこ。これ、え、中級だ。あ、逆さまから見てるからね。じゃあ6、ここだ。うん、開けて。うん、おー、何かな。何を見る。何、緑だけ。緑。あ、ほんとだ、クリスマスツリーだ。これ絶対ツリーだね。うん、こっちのクリスマスツリーある。うん、ツリーだね、これだね。え、いいね、作ろう。開けるよ。おー、部品いっぱい出てきた。じゃあ緑のはこっち、うん、緑のはこっち集める。葉っぱはこっち、うん、葉っぱはこっち、緑のは全部こっち集めてるよ。うん、集めて集めて。緑のはこっち、ゴールドのはこっち、うん、赤のはこっち、赤のはそっち。じゃあ作ろう。3日の日はクリスマスツリーです。はい、どんな感じ。こんな感じ。お、いい感じだね。ねえねえ、なんかこれ丘みたいね、王冠みたいなね、上の星がね、うん、すごい、クリスマスツリーだ。じゃあ次は7日の7、うん、7はどこだ。あった、あった、あ、見つかった。雪だるまだ。うん、何かな。え、なんだろう。人、何の人。お、なんかタケコブタがついた人。ドラえもん、ドラえもんみたい。何持ってんだろう。手にチーズ持ってるのかな。頭にタケコブタついてるよ。あ、あの人、あの人や。知ってる？うん、テレビで見たよ、レゴシティのテレビ。あ、レゴシティに出てきた。うん、うん、開けてみて。開けて。飛ぶね。やっぱりタケコプターなのかな。うん、へぇ、飛ぶだ、飛ぶだよ。飛ぶの。あれ、顔どこ行った。顔がないぞ、顔どこ行った。あ、ここまで転がった。あ、顔が転がっていった。かっこ悪い。はい、帽子、羽、プロペラつけないとね。帽子の上？うん。なのか、これです。ね、クッキー持った男の子。頭にプロペラついてるね。プロペラ動く？動くよ。あ、動かない。あら、頭取れちゃった。動かないね。あ、プロペラ動かない？動くでしょ。あ、動いた。ね、プロペラ動くね。あ、うん、やばい。でもスムーズに動かないね。クッキー持ってます。はい、じゃあ次は8。8日。この子の人と比べて。うん。次は8。ねえねえ、3開けたっけ。3開けたよ。8だよ、次は。チキ。あ、これ叩く。12月8日の8。8はどこだ。 8？ うん、8。あ、あった、お母さん見て。8ここ。うん、開けてみて。8、何かな。あ、なんかあれ、なんかこれ。あ、望遠鏡の出てきた。うん、そうじゃない、じゃない、なんかの台だ。作ってみよう。うん、オレンジ色、なんだろう。できたよ。あ、8日の日はこれだね。何か分かった。これ
そう、正解。サンタさんがプレゼント入れてるところね。これプレゼントだ。そう。うん。プレゼントだ。それから窓から湯出てきた。ね、プレゼントだね。うん。うん、3つある。じゃあ次、9。12月9日。9の日。じゃあ開けてみて、9。何かな。今日は6の日みたい。うん、6の反対だからね。反対から見てるから。今日は反対から見てる。うん、何今日は。雪だるま。雪だるま、やったー。作ってみて。え、何？あ、雪だるま。正解、雪だるま。手もついてる。じゃあ作ってみよう。なんか顔があるけど。雪だるま、顔ついてる？ついてないかも。あ、これだね。この雪だるま、赤いマフラーしてる。シャンと同じだ、赤いマフラー。あ、つた。あと赤いマフラーして、帽子をつけてね。帽子。うん。あ、マフラー反対だし。ん？マフラー反対向き。うん、最後は帽子だよ。最後帽子ついた？ついた、うん、雪だるまが完成です。あ、雪だるま完成しました。かわいいね、この雪だるま。うん、じゃあ次は10。もう見つけました。あ、早い。10見つけちゃった。サンタさんと煙突の隣。はい、10。あ、人？10日の日は何かな。人あ、人だ。人だね。勉強が見てる人？勉強見てる人ちゃう。カメラマン。あ、これ。あ、そうそうそう、この人だ。カメラマン。キューの人だ。うん。カメラ持ってる。じゃあ作って。はい、もう裏付け。よし、顔とカメラだけ。はい、じゃあ手にカメラを持たせて。手にカメラ持ってるからね。オレンジ色のマフラー。ついた。難しいね、手に持たすのね。あ、ついた。硬いから。大丈夫？あ、うまいね。カメラマンでーす。ねえ、10日の日はカメラマン。雪だるまの写真撮ってるね。うん、うん、うん、そうやってね。いい感じだね、うん、じゃあ次、11だから、1と1の11。11。ここだ、犬のとこ。うん、犬ぞりのところ、そこ、行ってみて。何かな。何？なんか、これはカーリングだ。作ってみよう。うん。じゃあ開けてみて。やっぱりこれカーリングの氷なのね。ここで遊べるんだ。カーリングでーす。ねえ、カーリング。青チームと赤チームだね。青チーム並べて、赤チーム並べて。そうそうそう。シューっていきそうだね。ヒュー、うん、ぐるぐる回った。ねえ、さっきおじさんカーリングの高級モップも持ってたね。どこ？このおじさん。このおじさん。そうそうそう。へー、カーリングができるんだ。じゃあ次、11の次は12。12。開けてみてね。あ、開かへんけど。何入れた？何かな？何入れた？なんか、ロッキングチェアとランプみたいなお部屋の中に。完成！ロッキングチェアとサイドテーブルとランプだね。この人とか、この人。僕よ、ね、ロッキングチェアだからゆらゆらするね。うん、ロッキングチェア。じゃあ次、13。うん、そう、開けてみて。何かな。博士。博士？泣きましたよ。勉強しました。え、違うよ、女の人だよ、ほら、本持ってる、うん、本読んでる女の人、うん、ロッキングチェアに座って本読む女の人だ。部屋の中じゃない？これが、この人だ。クリスマスツリーも変な感じね。開けてみて、作ってみて。博士みたいだけどね。博士みたいな女の人だね。髪の毛が大きいね。女の人と本です。ね、女の人と本だね。本開くね、これ開けてみて。うん、なんか字が入ってる。開けるとちゃんと本が入ってるね、うん、すごいページがあるね。英語で書いてる。うん、オッケー。じゃあ次は14。ここだ。11と4、うん、開けてみて。14と1と4いいかな。雪ん？雪あ、雪じゃないわ、それお皿だ。お皿？テーブルに、あ、サンタさんが来た時にクッキーとミルク、ホットミルクを用意しないといけないんだけど、それだ。サンタさんのおやつだ。うん、ねえ、サンタさんのやついるね。作って。え、どれ？
ホットミルクとサンタさんのご飯完成。ね、サンタさんのおやつだね。テーブルにホットミルクとクッキーとなんかユニがいっぱい出てる。コーヒー？コーヒーかな。ホットミルクじゃない。ホットココアかな。なんだろうね。ミルクだと思う。これお蕎麦とか思った。お蕎麦かと思った。うん。あれ。じゃあ次。1と5、15のとこはどこかな。1と5？うん。1と5。1と5。あった！あった。じゃあ開けてみて。開けました。何？なんだろう。こうなんかたくさん出てきた、ドブティ。オレンジ、オレンジを探せ。あ、スノーモービルだ。あ、これ。うん、スノーモービル出てきた。スノーモービル。スノーモービル完成。あ、スノーモービル完成。早い。雪の上をヒューっていくんだ。こんな感じ。え、見せてて。あんなにはないか。うん、スノーモービル。16番、16日どこかな。あ、ここだ。16開けてみて。これ？うん。え、これ？うん。あ。なんだろうな。なんかな。あ、白いよ。白い？雪かな。キッチンみたい。なんだろう、キッチンみたい。フライパン。フライパン？うん。ケーキを焼いてるオーブンで、ね、キッチンだ、うん、フライパンも置いて、うわあーじゃーってなっちゃったね。大丈夫ですか？うん、はい、じゃあ作ろう。フライパン見つけた。フライパン見つけた。どんなの？こんなの。これはかわいいフライパン。じゃあ作ってみよう。まずはこれ。まずは台からだね。うん、完成。キッチン完成。こんな感じだよ。ね、キッチンだ。フライパンもあって、パンをオーブンに入れてみて。うん、これさ、うん、アンパンじゃない？ケーキじゃない？アンパン？クリスマスケーキ作ってるんじゃない？入れたらこんな感じ。ね、いい感じ。キッチンだ。うん。じゃあ次。17日はどこかな？17と7。あ、ここだ。あった。何かな？なんかこれ開かないやつ？人？スプレー持った、消火器持ったおじさんだ。消火器持った？消火器かな、これ。え、消火器？なんだろう、何持ってるんだろう。スノーモービルに乗って、おじさんがスプレーでプシューってしてる。うん、作ってみて。雪だるま綺麗にしとるんちゃう？雪だるま綺麗に。そう？白いスプレーで？うん。あれ？完成！おじさんできた。あ、上手にできたね。うん。で、グレーヘアのおじさんだ。なんだろう、これ消火器かな、スプレーかな、何持ってるんだろうね。消火器だから赤いから。赤いから消火器みたいだね。じゃあ次、18日。18。あ、あった。うん、そこ18日。何かな。お肉？お肉だ、本当だ。テーブルのクリスマスディナーだ。チキンがある。テーブルに、じゃあディナーを作ってください。ショーンコックさん、クリスマスディナーお願いします。ご飯完成です。はい、クリスマスディナーが完成。お、すごいね。メニューは何ですか？チキンと、うん、葉っぱと、葉っぱベジタブルと、あ、飲み物もついてますね。これ牛乳。牛乳なの、あら。じゃあ次見て、料理。あ、本当だ、セットになってお料理作ってるね。いいね。うん、うん、じゃあ次何日だったっけ。19。ここだ、お家のところだ。これ、うん、10。あ、18。白時計だ。うん、ねえ、時計だ。作ってみて。あ、白時計だね。茶色ばっかりだね。わかるかな。わかるよ。うん。最後は時計。時計の文字盤つけて。ついた？どっち向きでもいいんかな。できた。できた？時計が完成です。はい、時計が完成しました。多分これサンタさんが来る時間だね、もうすぐ。ねえ。お料理作ってる、見て、お料理作ってるね。うん。作ってみて。あ、時計回って。いいね。うん、お家の中もできちゃうね。次は20日の20どこ。うん、20日で、12月20日は20。ここだ。うん、何かな。なんか、あ、透明。
あ、これ？あ、この人はスノーボードしてる人かな。うん。そうだ、スノーボーダーだ。じゃあ作ってみて。これは簡単に作れる。うん。人は簡単だから作ってみて。いいね、これ結構自分で作れるね。そこまで難しくもなく。多分5歳用だからだね。5歳からだからちょうどいいんでしょ。5歳だからね。うん、完成。シュー、イエーイ。お、回転したね今。あ、すごいね。回転したね、ジャンプして。スノーボーダー完成。スノーボーダーでーす。かわいいね、スノーボーダー。うんうん。じゃあ次は21日。もうすぐクリスマスに近づいてきた。クリスマスは25だから、ここは24までしかないからね。25はサンタさんがプレゼント持ってくる日だから。21日は望遠鏡。望遠鏡だね。うん。じゃあ作ってみて。うん。これ？うん。望遠鏡できたよ。望遠鏡だね。見れるね。見れる？ちっちゃい穴がある。うん。この望遠鏡だね。うん。じゃあ次は22。22。あ、これ？うん。それ開けてみて。うん。なんだろう。暖炉だ。暖炉。おまけに火もついてる。家の中。うん。家の中の暖炉の火だ。暖炉ある？ある。あ、すごい、この暖炉だ。作ってみて。できてきたね。あと火をつけないとね、これ。でも火をつけたらサンタさん来なきゃ入って、あっちーってなっちゃう。そうだね、その煙突からサンタさん入っちゃったら、火つけてたらあっちーってなっちゃうね。うん、でもな、うん、プレゼントだけ落としたらどうなる？火に当たらなかったら大丈夫？うん、見て、ほら、下。プレゼントとサンタさん、この火に当たらなかったら大丈夫？うん。あ、やっぱり当たるかも。当たるかも、つけちゃったら。どうしよう、燃えちゃうかな、プレゼントが。うん。あ、暖炉しっかり火ついてるね。ボーボー燃えてるよ。でも、リンリンって聞こえたらな。うん。あと、まあ、火消したらいい。そうね。シャン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 ってサンタさんのそれの音が聞こえたら、火をすぐ消したらいいんだ。うん。ほんじゃ大丈夫だね。煙突から入れる？うん。はい、よかった。そうしようか。あ、生きてるのが取れてた。うん。オッケー、暖炉完成。あっちーあっちーってなりそうな暖炉だね。オッケー、じゃあ次。次は22したので、次は23。23どこだ？20のあと3。あった、ここだ、23。うん。何かなぁ。あー、取れちゃう。なんだろう。23すごいよ、ショーン。うん。犬ぞりだ。犬ぞり？あ、これだ。そうそうそう、犬ぞり。あ、サンタさんのそりじゃない？ん？サンタさん、これに乗ってきたんじゃない？このサンタさん。遊ばしてもらってるん。ねえ、犬ぞりだ。遊ばってもらってるんじゃない？遊ばしてもらう。犬が？うん。サンタさんに？うん。あ、そう。なんかこれ警察持ってるみたいよ。あ、それこの間レゴシティで警察持ってたね、それね。犯人捕まえるのにね。うん。この部品ね。うん。うん。じゃあそこを犬につけてあげて。まずい。こっちから。犬取り完成でーす。はい、犬取り完成でーす。シュー、イエーイ、ユーイ。早いね、犬取りね。ヤッホー、イエーイ。空飛ぶかな、サンタさん乗ったらね。魔法の星ないけど。あ、魔法の星がないとダメなの？空飛ぶには。はい、じゃあ次。24。あ、次最後だ。最後の1個、24。え、これ？絶対あれだね。うん。絶対あれだね。うん。絶対あれだね。サンタさん。サンタさんだ、絶対。あ、サンタさんや。やったー、絶対サンタさんだ。星。お尻に倒れた。びっくりした。あ、最後はサンタさん。あ、サンタクロースの帽子とひげ？ひげもある？ひげもあったよ。やったね、サンタさんだね。作って作って。帽子の中に入ってる。サンタの部品だ。ねえねえ、帽子の中に入ってる。あ、本当だ、大事な帽子がもう一つ袋に入ってるね。大事な帽子だからだ。できたよ。サンタさん、完成。プレゼントもあるね。
プレゼント持ってみんなのお家に配りに行かないと。これなんだろう、このねえ、プレゼントだ。でもリボンついてないけど、うん、サンタさんでーす。はい、これでみんな出たね、24個。ねえ、こんだけたくさん出たね。うん、じゃあこれを全部使って箱で遊べるんだって。箱に乗せる？え、この中で？うん、こうやって立てて遊べるんだって。まず置いてみよう。お家のセットはこの辺に置いとこうか。ここは外だからね。そうそう、全部並べてみて。スノーモービル乗る人は乗せてあげてね。写真撮る人は、うん、雪だるま、雪だるまは写真撮る人やね。そうそうそう、雪だるまの写真撮るのかな。あ、そうそうそう、ここにカーリングするところだから。そうそう、氷の上にカーリングのゲームの部品を置いていく。そうそうそう、うん、いいね。雪合戦はここかな。ん、うん、ここか。うん、そこだね、雪合戦は。これはここ。うん、これはそこ。かけこぷたっこ。うん、シューって これ見てんの。うん、それから途中だし、上から見に。うん、さ、巻きも割らないとね。巻き？あ、なんかここプレゼントが埋まってるよ。プレゼントこの辺に置いとこうか。プレゼント？うん、うん、じゃあサンタさんも一緒に行かないと。あ、そうだね、プレゼントはね。あ、うん、これが落ちた。大事なプレゼント、大事なプレゼント、あー大変だ、大事なプレゼントだ、あー大変だ、海に落ちた。サンタさん、プレゼント落としたらダメだよ。大丈夫ですか？できたよ。はーい、できたね。カーリングして、サンタさんはプレゼント、あー落としちゃってる。ん、プレゼントいっぱい落としちゃってる、サンタさん。うん、ちょっとここで休憩して。あ、休憩中？あ、うん、まだクリスマスじゃないから。あー、そうか、まだだから休憩中なのね。オッケー。この子はほら、きっとサンタさん向かってきてる。あ、サンタさん迎えに行ってるの、犬ぞりに乗って。うん、で、サンタさんのところへ。うん、うん、この子は、うん、ここの周り走ってる。走ってる、散歩。作業してない。作業してないんだ。後で人が乗って動くんじゃない？お母さんのところめっちゃ狭そう。ここは雪だるまの写真撮ってるの？この人。うん、でもね。うん、ちだね、お家の中。でも狭そう。あ、じゃあ広くしてお願いします。うん。お部屋の模様替えお願いします。テーブルに。ツリーに。ツリーはここ。あ、もっと広いお部屋がいいのね。今外見たんだ、この人。窓から外を見てるのか、あっちを。なんだ？なんだ、ここ。うん。別に。ここに。うん、ライトは電気いるね。こんなものにね。これでいいですか？うん、もうちょっとここ。うん、これはここだよ。あそこ、あそこなの？はい。ラッキーですか？うん。うん、お外は？もうクリスマスだったから。うん。ひゃー！あー、ライトさんが見た。あー、クリスマスになったから、サンタさんが。ね、消しましたか、暖炉の火。消してんだよ。本当は、よかった。暖炉の火消えてて。サンタさん入れましたか？入りました。あいほーい。もう帰ったの？あ、サンタさん、プレゼント置いててくれてますね。うん。ねえ。サンタさん、もう帰っちゃったの？ちゃんとこのサンタさん用のミルク飲んでくれた？え、サンタさん用の？うん、ミルクとか。あー、ミルク飲むの忘れた。はい、じゃあ飲んでてください。煙突から？煙突から。ふっ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 。あ、それに乗って空飛んでった。よし。楽しい。楽しいね、これね。すごいね、なんかいっぱい遊べそう、これ。よかったね。うん、楽しいよ、またバイバイ。今日はサンタさんしました。もしよかったら、みんなもサンタさんしてみてください。楽しいよ。